意外と気を立ってくると相手がみんな70キロ以上の選手を落としてくるから言うな、しかし言うな、俺はもうやっぱ限界かなと思う。ライト級でデイビスとかそういう話もなんか話題に出てたんですよね。え、可能性としてはデイビス、ジャーマンテ・デイビスを落としてくると可能性はあるから。続いて最後のテーマは、井上選手は最終的にどの階級まで行くのか行けるのか、この階級ではチャンピオンになれるなれない、はい、さらに見てみたい夢のカード、はい、対戦相手まで具体的に伺えればと思います。はい、まあ、俺はスーパーフェザーですね。行くと思う、はい、いや彼が上げるか上げないか分かんないとしても、そうスーパーフェザーは俺は行けると思います。全然チャンピオンになれると思います。ただライトとなってくるとまた話は別で、はい、うん、ライト級になってくると相手がみんな70キロ以上の選手を落としてくるから言うな、しかし言うな、はい、俺はもうフェザー級がやっぱ限界かなと思う。井上の限界はもう内藤さんにはフェザー級と取れるとしたらね、はい、もう限界はフェザー級まで取れるとしたらそこまで守り入るじゃないですか。はっきりそこははっきりしてくださいよ。いや取れたとしてもフェザー級までだよ。あ、そうですか。あと、いや俺あと年齢のこともあるし、はいはい、スーパーフェザー級まで上げないと思う、うん、もう30でしょ、今年30じゃない、はい、今年30、うん、もう疲れないでしょ、さすがにモチベーション持たない、もう保つのもさ、いやでもお金もらえますから、まあ、いやもう稼いだでしょ、十分のないですから、うん、あれはもうすでにもう、もう持ってると思うよね。宝くじ買えるよ、早いですよ、試合した方がそういうことそうだけどそうだけど、その分大変だもん、大変ですけど、うん、まあ、見てみたいけどだいぶ稼いだと思うんで、生活にはもう何も困ることはないと思うんですけど、やっぱ見てみたいじゃないですか。見てみたい、うん、だけどフェザー級でな、まあ、突破として、あとなんか統一戦とかやってそれでもう最後終わるんじゃないか、はいはい、あげないと思うよ、うん、さっき言った体重のウェイトの、ね、壁って言ったけど、はいはい、どんどん打ち破ってほしいんだよね、そういうのね。だからスーパーフェザーも見てみたいね、はいはい、でもいけると思うんですけどね、僕はスーパーフェザー、うん、一緒だもんね、スーパーフェザーと、ね、そうね、元スーパーフェザー級の内山さんから見て、はい、まあ、現時点のチャンピオン、これ、ね、井上選手がスーパーフェザーに上げる頃には変わってるかもしれませんけども、はいはいはい、この選手要注意だなっていうのは何となく分かります。例えばナバレッテ選手、まあ、ナバレッテも下から上げてきてますからね、パワーがある選手といえば別に俺はそんな感じはしないんで。内藤さんはもうスーパーフェザーにすら上げないっていう考えですか。僕はフェザー級で終わると思います。年齢のこともあり、はいはい、で、まあ、4階級取ったんですよ、はいはい。で、フェザー級取ったら5階級、はいはい。井上選手がその6階級で3人目になりたいっていう、ね、思いがあるんだったら、はいはい、でも俺はフェザー級で最後終わるんじゃないかなと思うんだよね。じゃあ、このどうなんですか、出てるあのライト級でデイビスとかそういう話もなんか話題に出てたんですか。ねえ、いや、さすがにさ。ライト級は井上選手がまだ20代半ばだったらいいよ、はい、うんうん、可能性としてはデイビス、ジャーマンテ・デイビスを落としてくると可能性はあるからスーパーフェザーで、うん、でもデイビスが落とすっていうのもないと思う、うん、絶対落とされてます、うん、ああの体はスタイルが全く違うよね、デイビスとあの井上選手が。いや、全然違うです。え、どっちがそう思うんですか。だったらじゃあそれだけで、ね、もそんな分かんない。今のパウンド・フォー・パウンド、まあ、井上選手入ってるけど、はい、いろんなことが出してるじゃん、パウンド・パウンド、はいはい、カーボン・デイビスも入ってるんだっけ。デイビス入ってます。パウンド・フォー・パウンド、誰、まあ、今、他言われてるの。他、まあ、いろんなとこ出してるじゃない。リング氏とかだと、まあ、クロフォードが、うん、あ、そう、クロフォードだ、クロフォード、クロフォードだ。カーボン・デイビスは入ってないのかな。あの、ちょっと一緒ですね。あ、じゃあ、スタイル上の方は、井上選手の方が上なんだね。上っちゃ上ですね。やっぱ、スタイルだろうね、やっぱりね。デイビスは、こう、なんか、結構荒っぽい、やっぱそうですね、イメージがあるからさ。デイビスは肉を切らして骨を立つ的に。パワーが半端ないじゃない。すごいです。そう、だから、総合的に見ると、やっぱり、やっぱ、パウンド、パウンドで見ると、やっぱり井上選手になるかな。俺は。じゃあ、デイビスにも勝てると。もし同じウェイトだったら、はい、ライト級で。じゃあ、いや、勝てない。なんだよ何を言わせたい。それは聞きたいです。聞きたいです。もしライト級まで上げたとしたらよ、はいはい、もう厳しいと思うけど、もし上げたとしたら、はい、ということは
7階級目になるの、え、まあ、まあそうですね。まあまあ、7階級、はい、8階級目フェザー。フェザーで5だ。はい。で、フェザー、スーパーフェザー、ライトなんで。無理だよ。無理。はい。無理。じゃあ、うちどっちかと思うんだよ。え、僕ですか、うん、いや、僕は、やっぱ、ライト級だったらデイビスが勝つんですよ。おぉ僕ら、競技をしてる。なんか、トゲトゲしいなぁ。いや、気持ちとしてはほら、やっぱ応援したいけど、現実は無理よってやっぱ思うもん。内藤さん、無理だとおっしゃってた。悪い人だったもんね。うちよ、悪いよ、悪い男だよ、これ。いい加減だ。いい加減です、本当に。仲いいんだな、ということで。最後、ライアン・ガルシア選手が、井上尚弥選手に挑戦表明して話題になってるんですけれども、はい、まあ、ライアン・ガルシア選手はちなみにデイビス選手に KO、まあ、負けしてる選手ですね。いや、だからそもそもそんなに挑戦表明って言ってるけど、じゃあお前がスーパーバンタム落としてこいよって話ですよ、うん、落とせないのにオールライツとやりていいよって言ったって、そんな別に基準くるんじゃないんだから、落として試合して、じゃあ俺井上次やりたいって言うんだったら分かりますけど、階級明らかに2階級でさ、スーパーで3階級、はい、上なのに言ったところでって話。いや、本当そう。だから、もしね、やりたいのはね、自分、あなたなんだから、はい、その上げてきたとかじゃなくて、いや、お前が落とせって話なの。それじゃライト級でしょ、はい、まあ、身長はでも178、はい、でかい。もう、でかいなー、まあ、スーパーライトに上げたいぐらい言ってるんで、うん、まあ、ちょっとスーパーバンタは無理だと思うんですけど。いや、だとしたら、可能性があるとしたらスーパーフェザーじゃないですか。だけどまだ井上選手はフェザー級にチャレンジしてないですから、フェザー級だから、うん、今の段階ではちょっと想像はつかない、はい、うん、ただもし、ね、パウンドフォーパウンドの話するんだったらやっぱり言うと井上選手と今は、うんうん、だからやりたいんでしょガルシアはっていうね、はいはい、うん、ガルシアデビューはもう放送スーパーフェザーからスーパーフェザーそうです、うん、まあ、それだけ井上選手に価値があるというか、みんなね、だからですよね、そうですね、いや、すごい、井上選手はやっぱ世界でも本当に有名な、ね、選手だね、うーん、いやー、こんな、ぶっち元気の時どうだったんだ、じゃないですか、世界でも、ボクサーが、有名じゃないっすよ、あっ、ありがとうございます、よかった、私は10年、なんで小声なんですか、なんで小声なんですか、もうちょっと大きい声で、何のため、何の小声なんかしちゃった、10回です、10回でしょ。それはうち寄せて思ってたみたいなのあったんじゃないの、いやいやいや、同じ階級とかでありましたけど、同じ階級、はい、いやーすごい、すげえな、すげえな、やっぱりボクシングやっぱ、はい、やっぱ好きなんだよね俺らね、いや好きやっぱりさ、ボクシングの話になると盛り上がるからな、まさか自分のね生きてるうちにさ、はい、ああいう井上選手のような選手がものすごい強い選手が出てくるなんて思うのも想像つかなかったから、そうですね、そうですね、こういう会話話題ね、はい、できるだけでもすごい嬉しいし楽しかったし、はい、うん、まだまだこれからも頑張ってほしいと思う、そうですね、うん、応援はやっぱしてるんで、まあまあということで、はい、あの本当今日のねコラボはあの、はい、内山くんでした、はい、内山くんの YouTube にも僕がコラボさせて出ていますので、はい、そちらの方もぜひご覧ください、お願いします、ありがとうございます。またじゃあ、解説でまた一緒になると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。